さあではスタジオには、東東京大会のトーナメント表の矢倉、はい、用意しましたが、改めてここ真ん中に書いてあります決勝戦7月29日月曜日10時神宮球場、これを残すのみとなりました、そして改めて、東東京大会もこれだけのチームが参加して、これまで戦ってきたと。そうですね、ことになります。参加139校127チーム、126ゲームということで、もう残り2チームですね。いやー試合、もう本当にいろんな試合はあったと思いますし、それぞれにいろんな思いもあったと思うんですけども、ピックアップできるところだけしていきたいと思います、はい、ではブロックごとに見ていきましょう、まず右上のブロックが第1シード帝京、結果的に決勝進出ということになりました。はい、はい、そして、このブロックはその帝京と城西大城西に挟まれているブロックでした、うん、で、そんな中でもですね、この辺にやっぱりこの堀越がいて城東がいて、でこの2チームがその後対戦するんですが、7回まで堀越がリードしていたんですけども、8回裏に城東が逆転して城東が勝利、そして城東は続く帝京高校との試合も1点差の好ゲームと。好ゲームでしたね。ということで、もしかすると城東違うところに入ってたらもっともっと上のところで見てたかもしれない、それぐらい、ね、力のあるチームでしたね、はい、だったかもしれないですね、うん、だからこの辺も、ね、この組み合わせの妙ですね、はい、はい、そして、こちらの方にいます、まあ、城東との初戦戦いました下越有明なんですけども、うん、はい、実は今年で廃部が決まっている中での最後の大会だったんですね。そうですね、こう近年は連合チームで出場してた記憶あるんですけども、はい、出てました出てました。そんな中でも今回最後の大会を11人で単独で出場できたと、はい、いうことですね、はい、はい、それがこの試合なんですけども、なんとこのツーベース打ったのが、あ、この後ツーベース出てくるんですけど、まあ、取ったところですね、はい、今ね追っていく追っていって、あー、いいですね、もう追いかけて追いかけて、これがこの場面かな、はい、このレフトオーバーのツーベースになるんですけど、これ打ったのはキャプテンの選手、うん、最後の夏にやりましたね。そして点数も取って、はい、スタンドにいるお父さん大号泣、最高の夏じゃないですか。そうですね、はい、でもう入った時にね、はい、この夏の配布が決まってたっていう話でしたね、うん、そうなんですね、だからもう分かって、うん、逆にみんなでここに照準合わせて、うん、一生懸命やってきたんですね、はい、いや皆さん本当お疲れ様でした。この最後のね、はい、飾ったメンバーっていうのはある意味すごくね、大きな意味のあることだと思います。そして、こういった下越有明の配布になるチームもあれば、なんと新しく生まれたチームあるということで、はい、こちらですね、竹野台高校、はい、去年同好会として設立され、冬に部活に昇格、そしてこの夏初出場を果たしたと、はい、ということですね。これは同好会始めるこの情熱が素晴らしいですよ ね、うん、ね、新しい一歩、ね、学校も、うん、認めてくれてね、応援してくれてるんでしょうから、うん、さらに躍進を期待したいですね。そうですね、うん、まあ近年は女子校から共学になって野球部ができるパターンっていうのがあったんですけど、はいはい、すね、同好会からですか ね、さあこっから、あ、後々いつか甲子園出場となったら本当に漫画のようになりますからね、はい、期待しております。さあそして、このブロックで快進撃を見せたのが淑徳高校、はい、目白健進、そして日体大荏原ですね、はい、などを破りベスト8まで進出しました。淑徳高校はどうでしたか。はい、淑徳高校力のある選手が、はい、いましたね、うん、帝京の試合も前半、かなり力のあるピッチャーもいましたし、大柄な選手もたくさんいました、うん、いろいろ聞いて取材してみるとですね、はい、やはりシニアリーグとかボーイズリーグの経験者が、複数名、はい、いるようで、1年生の夏から、スタメンで出て、はいはい、初打席でホームランを打ってる選手もいたようですね。まあ、こういった、まあ、新たに、まあね、こう躍進してくるチームが、はい、こういうのはこう毎年のように西も東も出てきますからね、うん、はい、だからこういろんなチームにこう勝ち上がってきてほしいなっていうふうに思いますね、はい、うん、はい、ありがとうございます。
さあでは続いて左上のブロックいきましょう。こちらは今日準決勝戦った東京、素晴らしい、大躍進でした。そして、この日大豊山に挟まれたブロックです、こちらはですねシード校2校、こちらの今紹介した2校がベスト8まで、勝ち上がり、そのまま対戦したんですが、この東京対日大豊山の試合もなかなかすごい試合だったということで、VTR あります。延長11回まで、もつれたタイブレーク、タイブレークですね、はい、やっぱりこのタイブレークっていうのはこういろんな展開本当生みますね。難しいですね、はい、さあここでまず日大豊山が先に、はい、すいません、東京高校が、はい、日大豊山ですね、あの先に1点、はい、11回表、そしてその裏、東京、はい、満塁の場面ですね。ツーアウト満塁からだったんですね、はい、村井くん、好投手でした。もう日も暮れて、これがセカンドゴロなんですけども、この送球がちょっとうまくいかなかった。そうですね、少し逸れてしまった分、ファーストも一瞬ベースを切って、ね、捕球だけしようか、それとも伸びれるかっていうギリギリのところだったと思いますけれども、いや、はい、もうこれはでも本当野球だと起こりうることですから、ね、とてもショッキングな瞬間だったかもしれないですけど、悔いは残ると思いますけども、まあでもその後、はい、多分ね、周りが多分すごくフォローしてくれてると思いますので、はい、そこはぜひ、仲間を信じて大切にしてあげてください。さあそして、このブロック去年、優勝で初の甲子園を決めました共栄学園もいましたね、はい、はい、そして、都立の高島であったり、うん、立正大立正、そして安田学園、もみじ川など、はい、上位を、ね、狙おうとする、もう本当に頑張ってるチーム、うん、ここたくさん入ってましたよね。立教池袋のスピッチャーなんかも非常に評判のいいピッチャーでしたしね。いや、 やっぱり、まあ、日本ウェルネスもいますしね。そう、立志社の左ピッチャーも素晴らしいピッチャーだったみたいですね。はい、はい、さあこれが左上のブロックでした、うん、で、右下のブロックいきますと、こちらはシード校で習得と、関市、はいはい、に挟まれておりますが、まあ、関市が結果的には決勝までこう進めておりますが、はい、習得の新井監督が、今年で退任が決まっていると、うん、夏で最後ということですね、はい、で小山台との習得の小山台と習得の5回戦、はい、こちらもタイブレーク、はい、好ゲームでした、はい、これ大接戦となりました。 VTR あります。はい、両チームともヒットは7本ずつ、これタイブレークは難しいですよね、うん、10回に1点ずつ取って、これしのげるかなっていうところで飯山君のパスボールが出ちゃったんですね、サイン違いだったと思います、はい、キャッチャー慌ててましたんでね。いやここで出るかっていうところですよね。そうなんです、で小山台も同じワンアウト2、3塁のピンチの時に後ろ守らせたんですね。やっぱりサヨナラを防ぎたくて同点 OK という守備体系、ここら辺も駆け引きでしたよね。いや本当に、はい、これ相当、うん、本当にナイスプレーだったんですね、その直後に、やっぱり慌てたんでしょうね。ランナー飛び出してたんだったら投げるもあるだ、あるかなと思ったんですけど、全くベースについてましたんでね、ほぼほぼがっくり立ち上がれないですもんね。そうですね、いや本当に、いやもう本当一手です、もう一球の怖さを本当に感じた試合でした。まあ同じくです、本当に仲間がフォローしてくれると思いますので、その仲間の力をぜひ借りてください。さあそして最後左下のブロック、はい、岩倉と、はい、明大中野に挟まれたブロックでしたが、このブロックはですね、このノーシードでも、たくさん、岩倉雪ヶ谷、そして二松学舎ですよね、はいはい、二松学舎が、今日準決勝を戦いました、ね、駿台学園も勝ち上がってきましたし、うん、東亜学園、東亜もいるし、はい、高輪台もいるし、高輪台、うん、でちょっと評判になりました、幾分館高校ね、うん、上層学院の佐々木監督が東京に移ってこられてっていう、はい、ちょっと評判のチームにも、なりそうな、雰囲気もあると思います、まあ、だからこれからの期待とかも含めたりもありますし、うん、はい、まあ、ここもやっぱりみんなでしのぎを削ったと、いやここも本当にいい激戦ブロックでしたよね。ですね、はい、ということで振り返りましたが、改めて決勝戦東東京大会は7月29日月曜日10時神宮球場と
なります、帝京対関東大使、はいはいね、さあそして、時間も迫ってまいりました。明日は西東京大会の決勝戦行われます、はい、カードがこちら、日大三高対早稲田実業、これどんな試合になりますでしょうか。はい、先手、どちらが取れるか、そこに注目して見てみたいと思います。両チームともあのピッチャー、それなりに計算できると思いますので、いかに打線がそれを攻略していくか、やっぱり駆け引きが、本当に大切になってくると思います。いやもう本当にどちらも甲子園にふさわしいチームだと思いますし、はい、東東京と一緒でもう本当にどっちのチームも甲子園行ってほしいなって思うんですけども、まあ、東京の高校野球だけじゃなくて、やっぱり日本の、ね、中東野球から始まった そのスタートの1回目から出てるチーム、はい、早稲田実業でもありますしね、はい、本当に力のこもったナイスゲームを期待したいと思います、はいはい、ぜひ素晴らしい決勝戦にしてください。楽しみにしています。それでは頑張れ高校球児。